さり切ってヘアドネーションします。今回髪の毛を切る理由は、昔ヘアドネーションって知ってはいたんですけど、きっと難しいんだろうなと思って調べていなくて、でもある時やっぱり調べようと思って調べたら意外と簡単だということを知ったので、その日から2年間伸ばしてました。ヘアドネーションするために伸ばしました。45センチ切ったので、よかったら皆さんの手で素晴らしいもの